愛知支部4943八木春樹です。よろしくお願いします。はい、そうですね。4年ぶりぐらい。あ、本当ですか。いや、そうですね、技量的には変わっ、まあ、上がったと思いたいんですけど、まあ、変わったと老けたぐらいですかね、ちょっと4年前と26歳とかなんで、はい、今も30になりました。はい、そうですね、休みの間はゲームしてることが多かったですかね、家で、はい、フォートナイトっていうゲームなんですけど、結構あの先輩とかも一緒にやってくれるんで、兄弟子の宮下さんとか、愛知支部だと鈴木智弘さんとか、支部が違うんですけど埼玉の大沢さんとか一緒によくやってくれます。いや、全然ですね、まだまだですね、はい、まあ助けたりが多いですかね、ちょっとサポート役というか、サポート役、はい、はい、今日は誰ですか。あ、谷本さんです。はい、勝ち釜。谷本さんは趣味多いんですけど、お好み焼きとかが作るの好きで、谷本さんちって作ってもらったり、あと釣りが好きなんで一緒に行ったりもしました。その時はお好み焼きの話やった。あ、はい、もう広島までわざわざ行くとか、鉄板をオーダーして何枚あるかなっていう、鉄板をオーダーして何枚あるかなっていうまたこれも怒られる系のやつなんですけど、多分僕が死んでも鉄板は残ります。はい、どれぐらいうまいのかなと思って。美味しさですか。美味しさは、あ、はい、お金は全然出せますちなみにいくら出せますか。1枚作ってもらったやつだと、まあ、1000円は出せますかねこだわりもすごいね。鉄板がたくさん持ってる。あ、はい、そうですね。いや、何でもストイックだなと思いましたね、やっぱり。まあ、ボートにも趣味にも。あ、数字いいですね。はい。どうですか、乗ってみて。ちょっと今、何人かと足合わせしたんですけど、ちょっと誰よりも良くなくて、乗った感じが。ちょっと不安なんで、ちょっとペラやってるんですけど、でも数字がいいんで、まあ、いいって信じたいですね。今節、まあ、谷本総師匠と同じ説ということもあるんですけど、一緒に休み明けなんで、一緒に予選突破して一緒に優勝戦出れれば理想だなと思います。よろしくお願いします。いやー、ないんでしょ。シンプルでいいですか。ガッツポーズ以外で、はい、ガッツポーズ以外で、以外で。マジですか。じゃあ、あの上庭前の、まあ、ルーティーンで、はい、やってるのがあるんで。全然それもシンプルなんですけど、あ、いいです。はい、勝ち釜いいですかね。はい、そうですね、はい、ルーティンで、お祈りです、ね、祈りの、はい、やつで。ありがとうございます。です、勝ち釜で終わるんですか。勝ち釜で毎回なんか何かしらポーズをやってもらって締めるみたいな。いや、見てないですね。見てない。